皆さん、こんにちは。ミセス・ロイドです。イギリスでは先日23日、5月の23日に EU パーラメントの選挙がありました。そこで今回はイギリスの選挙についてお話ししたいと思います。23日にあったのは EU パーラメント、 EU の議会の選挙でした。でもちろん皆さんもご存知の通り、ブレクジットで、なんでそのブレクジットが決まっているのに、なぜその議員をイギリスからも選ばないといけないかというと、ここはやっぱり大人の事情というか、まあ、そもそももう3月の末に本来はEU を出ているはずだったんですけれども、なかなか混乱を極めていて、まだ伸びに伸びてまだ出ていないと。で EU パーラメントのエレクションとなったようです。 これがちなみにポルカード、いわゆるその入場券、日本でいう投票所への入場券ですね。でこれちゃんと日にちと時間と場所が書かれています。そう、イギリスと日本の大きな違いは、イギリス一応キリストの国です。日曜日はお休みの日なので、日曜日は店なんかも結構早く閉まるんですけど、選挙も木曜日です。平日なので、ちゃんと仕事の前、仕事の後に行けるように、投票所が開いているのは朝の7時から夜の10時まで開いてます。なのでそういう意味では行きやすいですね。で、あとすごい特殊なのが、この一応カード来るんですけど、もちろんカードこれ持って行ってもいいんですけど、これカードなくてもちゃんと本人の名前と住所がその投票所で確認できれば投票できます。なのでこう敷居は低いですよね。例えばちょっとっていうか、そう、また全然日本と違うところは、日本のようにポスターがない。日本だとちゃんと誰それが立候補していますというポスターが貼ってありますよね。であともちろん選挙カーで回りますよね。なので、選挙近いなっていうのがわかるんですけど、イギリスではそういうのが一切ないんですよ。なので結構忘れるんです。っていう、今日で結構職場とかに行って、あれ今日投票日だよみたいな、ちょっと話してて気づいて突然あみたいな。なのでそういう意味では忘れてても、この例えばこれなカードをなくしたり、その家には置いてたとしても、仕事の帰りに寄れるということができます。でしかも ID とかも必要ないんですよ。なんか大丈夫かなと思う。なんか場所によっては ID がいるところもあるようなんですけれども、ほとんどのイングランド、ウェールズの地域ではいりません。 ID カードいりません。投票権があるのは日本も最近18歳になりましたけど、イギリスも18歳で、そう、イングランドとウェールズは18歳なんですけど、なぜかスコットランドは16歳から可能らしいです。もちろんスコットランドの議会の選挙だけです。その総選挙、イギリスの全部の総選挙なんかになると18歳以上になります。投票率はこれ投票率のグラフなんですが、90年代は結構ずっと 70% 以上を保ってまして、結構いいですよね。でもなんか2000年に入ってガクーンと下がって、 でも最近そのどんどんどうも上がってきてまして、一番最近のジェネラルエレクションは2017年だったんですが、その投票率は 68.8% でした。やっぱりですね、ここはリファレンダムに話を移しますが、ブレクジットのリファレンダムは投票率
72.2%。 さすがにそれだけ関心が高かったんですね。でそれ以上に高かったのが2014年のスコットランドの独立をするかどうかのリファレンダムがすごいですね、 84.6%。 でもそれでも独立したくなかったんですねでまだスコットランドの首相さんはもう一回やるみたいな言ってますけど、スコットランド人もそんなにバカじゃないと思うんですけどね。まあとりあえず、まあどうなるか楽しみです。こちらがイギリスの投票用紙です。すでに候補者と政党名が書かれてありますので、バッテンするだけで投票をすることができます。ちなみにブレグジットのリファレンダム、私は選挙権がないので、まあ、投票できませんでしたけれども、どちらかというと私はブレグジット派でした。というのも職場でいろいろ規制とかあるんですけど、それでEU の法律が変わると必ずこちらも影響を受けるわけですね。イギリスはやっぱり EU から来てる人たくさんいるんですね。でそういう人たちを見てると違うんですよ。やっぱりイギリス人とフランス人は違うし、ドイツ人もやっぱり考え方とか文化が違うんで、なんでみんな国によってね文化が違うのに、なんでそうやって EU っていう一つの法律ができないといけないのかと。ヨーロピアンパーラメントの選挙の結果ですが、ナイジェル・ファラーで率いるブレグジットパーティーがですね、このように28議席取ってます。そしてですね、投票をそのアンチブレグジットとプロブレグジットで考えた場合、アンチブレグジットが 40.4% でプロブレグジットを上回っているんですが、ただその実際のリファレンダムと比較はちょっとできないんですね。というのもリファレンダムの場合はイギリス人しか投票できなかったんですが、今回のEU のパーラメントなので、イギリスに住んでいるヨーロッパの人たち、ドイツ人とかフランス人とかの方々が投票できるんですね今回で。なのでその人たちの投票が入っている可能性が高いと。で実際今まで実はイギリスで投票したことのない多分ヨーロピアンもですね、今回投票に行ってきちんとレジスターしてなくて投票できなかったっていう人もたくさんいたらしいです。なのでこれはあんまりイギリスの総意ではないと思います。本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。よろしければいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。